はい、どうもサトチューンチャンネルでございます。はい、今日はね、社内雑談でございます。はい、社内雑談、今日撮ってるカメラ、これについてね、ちょっとお話ししようかな。今ね、撮ってるのは、まあ、スマートフォンで撮ってるんですけれども、さあ、なんで撮ってるでしょうか。はい、今日はね、iPhone4 で撮ってるんですよ。いかがでしょうか。どんな感じかな。まあ、iPhone4、こんなもん買ってね、どうすんだと。ね。まあ、iPhone4 はね、OS がね、もう古いんですよ。まあ、アップデートしても、まあ、現在使われてる iOS のアプリ、ほとんど使えないです。YouTube のね、アプリもサポートされておりません。どういう使い道があるのかなとこう思われると思うんだけども、実はね、やっぱり iPhone カメラの性能はね、変わらないわけですから、いくら OS が古くなったとしてもこのカメラ性能は変わらない。あとはなんといっても音をね、よく拾ってくれるというところで非常にある。今ね、イオシスとかで買っても2980円とかでね、売ってんですよ。 iPhone4 ってね、2980円ですよ。ニッキュッパでね、デジカメ買おうと思ってもなかなか買えないよね。一応本体にストレージと、まあ、古いながらもOS 積んでる、だからブラウザを積んでるわけですね。その機能がついたカメラが2980円で買えると思ったら、これは安くないですか。写真も結構綺麗ですしね。そして僕みたいな YouTuber にとっては動画もね、結構綺麗に撮れちゃう。非常に魅力的ですね。で、今ね、どんな環境で使ってるかというと、さらにもう一個の特徴としてね、今ね、外部マイクを挿して、ピンマイクをね、ここに挿してつけてんですよ。ここに、ちょっと見えるかな?はい、ここに挿してんだけど、うん。それでね、まあ、音声を拾って、まあ、できるだけね、内蔵マイクだとどうしてもね、車内エンジン音とかを拾いやすくなるので、まあ、なるべくね、声がよく通るように、まあ、こんな風にして使ってます。なんだけど、Android でね、これやるとね、結構ね、対応してない機種が多いんですよ。ね、キャリアスマホでね、Galaxy とか Xperia とかだったらね、まあそういうのは大体対応してるんだけど、まあ大体うちら SIM フリーのね、格安スマホを使ってると、まあほとんど、対応してない場合が多いですね。Huawei のスマホなんかほとんど対応してないんじゃないですか。Asus もね。でもまあそういうものであっても、まあマイクを挿すだけですぐにこの標準カメラアプリで外部マイク対応してくれるというのはすごくありがたい。もちろんですね、これ YouTube アプリは使えないと言っても、ブラウザはね、使えるんですよ。ブラウザ対応してるので、ブラウザから YouTube 動画をアップするというふうにできます。これだけでもね、結構いろんなことできるんでね。まあそんなわけで、こういうね、iPhone、そんなもん買ってどうすんだと思われる方、結構いらっしゃるんだけど、意外とね、使い勝手がいい。こういう使い方もできるということですよ。これで YouTube で動画を公開できる。みんなに見てもらえる。まあ、やらしい話、広告収益がこれで上がる。ペイできちゃうってね。まあまあ、それはね、置いといて。なので、どんな機械も、どう使うかですよね。何でもかんでも、スペック至上主義ってなってるんだけども、その性能を活かすのは、本人次第。どんないい端末も、使い方うまくないと活かせないよねっていうことですね。はい、
逆にこんな安物でもね、いろんなことができちゃうということでございます。はい、まあちょっとね、生意気も言っちゃいましたけどもまあね、何かのね参考になればいいかなと思います。はい、さあ今日ホテルを買いに来たんだけど、空いてる、あ、空いてるな、いきなり空いてたわはい、駐車場空いてた、はい、はい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 、よし、今日ははるばる遠くまで来てね、プラモデルのお買い物ですよ。まあ、ついでに動画も撮ったわけですけどね、いかがだったでしょうか。はい、まあ、うちのチャンネルではね、まあ、こんな感じで、まあ、スマートフォンとかね、タブレットとかパソコン、まあ、こういうガジェットのお話やったりとかね、あとは100均の商品レビューとかもやってるし、カップ焼きそばの食レポ、そしてね、 YouTuber としてどういう風に生きていくかやっていくか、まあ、そんなことを動画にしております。このチャンネルがね面白いなと思ったらぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってなわけで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。ポチッとな。